皆さん、こんにちは。スタジオクオッカチャンネルです。今日は私、加藤優太が編曲して、私、岩佐月が監修した、オカリナとギターのための楽譜シリーズ、第33曲目です。第33曲目は、シューベルトのセレナーデです。この曲はギターの人の方が馴染みが深いかなと思いますね。というのも、シューベルトよりちょっと後の時代を生きたヨハン・カスパル・メルツというギタリストがソロ用にも編曲をしておりますし、シューベルト本人もギターでこの曲を作曲していますので、ギター弾けたんですね、シューベルトね。そういった背景もあってギタリストにはすごく馴染みの深い曲だと思います。オカリナも深いよ、馴染み。そうですね。なんでかっていうと、大沢さんの CD に入ってるから。なるほど。結構世代的にもこの曲好きな方いらっしゃって、これが吹きたいよって、山梨にいる時にもう何人も生徒さんから言われたんですけど、楽譜がねなくていつか楽譜出ればいいのになってその時は思ってましたけど、自分がオカリナとギターという形で出せてすごく嬉しいなと思います。まずは模範演奏をお聴きください。どうぞ。
かがだったでしょうか。あんまりこういうマイナー系の単調なっていうのは初めてね。そうですね、あんまりレパートリーにもないですね。もともとね、アルバムに入れるためにこの曲はレパートリーとして入れたんですけど、そのまんまかな？ほぼほぼそのまんまだと思います。ちょこっとだけ改訂したかな。うん、うん、ですね、うん、でございます。オカリナとかそのまんまなので、これが吹ければ岩佐月になる、もっと言えば大沢さとしになれるかもしれない、まあ、最初に聞いた印象ってね、なかなか私も抜けないので、なんとなく師匠の演奏を無意識にこう頭によぎっている、浮かんでいる感じで吹いてはいますけど、大沢さんこういうね暗い曲好きだから、また上手いですしね。そう、いろんな苦労されてるからこそ出せる味っていうのがあって、それに近づきたいなと思っていつも吹いていますけど、近づくためにはやっぱり音の重みを出さなきゃいけないんですけど、いかんせんね、音色が軽いで有名なオカリナですので難しい。だからあえて大きい楽器バスとかで吹けばその辺は簡単に表現できるんですけど、今回もちろんアルトで吹いているのでなかなかそのあたり難しいんですけどね、いかにこうフレーズ単位でテヌートで吹けるかっていうところが大事になってくるかなと思いますので、一音一音を非常に丁寧に吹いて、それを積み重ねるとフレーズがテヌートになるので、研究しながら吹いていただけるといいかなと思います。単純そうに見えて難しいもんね、この曲。そうですね、うん、曲としては結構難易度は高い、まあ、だからこそ名曲と言われるのもあるかなと思うんですけれども、うん、同じフレーズだけど微妙に違ったりします。メジャーになったりマイナーになったり、うん、予想外のところからパンチが飛んでくるみたいな、だからこそこう印象に残るっていうところもあるのかなと思うので、譜読みの時点からね少し気をつけて見ていただけるといいと思います。ギター側はちょこちょこソロが入ります。合いの手的な、まあ返答的なねソロが入ったり、まあ中間部にがっつり感想が入ったりするんですけれども、その雰囲気というのがなかなかこう曲の全体的な方向性を定めてしまう節もありますので、せっかくねオカリナが頑張って頑張って重い雰囲気を作ってるのにさらっと弾いてしまったりすると、ちょっとああどうしようって多分なると思いますから、オカリナの重さっていうのをちょっと感じて、ね、余裕を持ってでも悲しげに弾いていただくといいかなと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。